ビバイ駅は北海道ビバイ市東一条南二丁目3番にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は A16。電報略号は被波。事務官コードは13136。ビバイ市の代表駅でおほうつく2号と上り、宗谷を除く特急列車が停車する。1976年のビバイ駅と 周囲約 1km 範囲及び駅南側周囲約 1km 範囲。上段上が函館本線旭川方面及び時和田へ向かっていた三菱工業美梅鉄道線の軌道跡。美梅駅の駅裏正面の空き地には三菱工業の機関庫が設けられていたが転車台跡だけが残されている。駅裏滝川側に放置されている転車台は 南美梅市線用のもの。下段、下が、函館本線札幌方面及び、三井鉱山美梅炭鉱へ向かっていた、南美梅市線の軌道跡。ちなみに、上端の美梅駅に近い方のカーブは、対象年間に設けられていた沼海炭鉱の積み込み設備への引っ込め線軌道跡で、国鉄線からの分岐ではなく三菱美梅鉄道から延長されていた。また、 同じく後に、三井美梅の一部となる、村井航区の7号の沢に航行を持っていた、近畿炭鉱も、同じ対象年間に、後に、三井美梅事務所南端となる位置に設けた、定席所から当駅まで馬車軌道を敷設して、運転していたが、右下の用水路脇の市営墓地内に見える、斜めの軌道跡以外は、一切残っていない。上段下段ともに、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語のピパイ、カラスガイ、カワ、ピパオマナイ、カラスガイ、アル、カワ、あるいはピパオイ、カラスガイオイ、ショ、のいずれかから点火したとされる。当駅開設時点での所在自治体名は上記を意訳した沼海村であり、自治体名がビバイとなったのは1926年のことである。 二面二線の相対式ホームを持つ、京城駅で二線の間に、抽選もある。エレベーター設置あり、社員配置駅、緑の窓口、自動改札機設置。2017年度の1日平均乗車人員は1368人で、ある。各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りである。市の主要な施設は、西口側に多いが、 東口側も貨物ヤード跡が再開発され、商業施設などが建設されている。西口東口待機中の路線バスバス停は、西口広場に集約して置かれている。北海道中央バスの路線は2006年10月9日まで、駅から少し離れた北海道中央バス、ビバイターミナルで乗降を扱っていた。廃止後、北海道中央バスも駅前発着での運行となった。 北海道中央バスが岩見沢市方面、滝川市方面及び札幌運転免許試験場線を運行。ビバイ自動車学校とビバイ市民バスがビバイ市内線を運行する。発着路線等の詳細は事業者記事を参照。ありがとうございます。